名鉄バス名古屋営業所。名鉄バス名古屋営業所は、愛知県長久手市にある、名鉄バスの営業所。所属略号はな。なお、2008年7月1日より新設された、名鉄バス、中部株式会社へ、運行管理が委託されていたが、2018年7月1日に、同社が、名鉄バスへ、九州合併されて、直営に戻った。 名古屋市東北部から、瀬戸市、長久手市、尾張朝日市、日清市北部にかけての愛知丘陵北部エリアの路線を受け持つ。名古屋営業所開設以前、このエリアの路線は、瀬戸線、本地ヶ原線、東山線、岩藤線、名正大線など、名古屋市内と各地区との拠点間輸送がある時で当時名古屋駅前に、あった旧名古屋自動車営業所。 瀬戸自動車営業所、トヨタ自動車営業所の3営業所が共感するエリアであり、当時の長久手町には岩作合宿所を設けて深夜大白の拠点としていた。しかし地下鉄東山線や鶴舞線、名鉄豊田新線の延伸、開業や名鉄瀬戸線の近代化による輸送力の改善が図られたこと、また交通渋滞の激化により、名古屋からの 各路線の定時性が保たれなくなってきたことなどにより、地下鉄、名鉄各駅からのフィーダー輸送に転換を図ることになり、岩作合宿所を廃止して、長久手町王道に新たな営業所を設けここに、名古屋自動車営業所を名古屋駅前から移転する形で開設されたのが、東営業所である。なお、 名古屋駅前の旧名古屋自動車営業所は高速バスの拠点として残り、何回かの組織改編を経て、現在は名古屋中央営業所となっている。また、瀬戸自動車営業所はしばらく営業所として残り主に、瀬戸市、尾張旭市の路線を受け持っていたが、名古屋営業所参加の瀬戸管理所となり、現在は大白のみの瀬戸合宿所となっている。主に機関バスや、 名古屋市営地下鉄東山線の駅がある星ヶ丘から名古屋市名東区を経て日清市方面東山線の終端駅がある藤ヶ丘から長久手市、尾張日市、瀬戸市方面などの一般路線を呼び藤ヶ丘からの中部国際空港直行バス都市間高速バスを担当している内は系統番号である当初は藤ヶ丘駅中部国際空港間を 東名阪自動車道名古屋高速道路、地田半島道路地田横断道路、中部国際空港連絡道路経由のノンストップで結んでいたが、その後2011年7月までは、藤ヶ丘駅東名日清東名三好東名豊田東名神里中部空港のルートとなっていた。藤ヶ丘駅東名神里総合間の利用は不可だった。この路線は、名鉄バス、 中部株式会社に完全移管されたが、2018年7月1日に、名鉄バスへ、九州合併されて、直営に戻った。途中、名古屋高速2号東山線を経由する。クローズドドア制で、名古屋高速道路をまたぐ区間の利用のみか。2003年名古屋高速2号東山線の高張延伸開業に伴い運行開始、当初は、 名鉄バスセンターかぐやま、南高城と特急の名鉄バスセンター、愛知学院大学であった。2004年に、かぐやま系統も愛知学院大学まで運行するようになった。本寺ヶ原線は、名鉄バスセンターから、愛知県道215号電もみなごや線、国道363号線を通る系統で、機関バスになる前は、 当時の他の名鉄バスセンター発着の系統と同様に白川公園前から伏見町、長者町、東桜通り、県庁前の順に停車しており、1985年の帰還バス化より、場町、栄経由となった。1926年、上等自動車が山口町上野対岸作瀬戸市京町三丁目で路線を開業したのがルーツ。かつては、 名鉄バスセンターから赤津まで通し運行する便も多くあったが2003年に日中の本地止まりと藤ヶ丘赤津の区間便が設定されて次第に通し運行が少なくなり2005年10月に名鉄バスセンター発藤ヶ丘発ともに瀬戸駅前止まりとなり運行が分割されたなおこの系統と廃止された瀬戸街道経由の名古屋瀬戸線は 瀬戸駅前、赤妻を小瀬戸経由で結んでおり、末端ローカルとなった現在も小瀬戸経由は、本地ヶ原線を名乗っている。かつては、瀬戸線系統が赤津から、戸越峠を越え旧藤岡町の五作、辻まで運行していた。2014年4月1日、愛知以下大学病院発着の路線を運行開始。これにより、菱野団地、 富士ヶ丘発着の便が厳便されている。本地ヶ原線、東山線は、赤津では、瀬戸合宿所で折り返す東山線は、長久手市北部から、瀬戸市をカバーする路線で、かつては、路線名の示す通り名鉄バスセンターを起点として、桜2、広小路2、東山2を通り、岩作を経由し、赤津、瀬戸公園、 農業試験場、愛工台へ向かっていた。後に、地下鉄東山線の延伸に伴い始発地を、星川か藤川かと変えていき、県芸大、青少年公園、菱野団地なども網羅するようになり、現在の路線群となった。なお、この系統は、瀬戸駅前、赤妻は一律下を経由する。系統番号は40代を、藤川発、10代を、瀬戸駅前発としている。 瀬戸駅前からの菱野団地循環に関しては、終着地で番号を開けて、16を、瀬戸駅前駅17を新瀬戸駅機としている。菱野団地循環の新瀬戸駅発着便は、元は、瀬戸商工会議所経由で運行されていたもので、現行の東西病院前経由は、JR 東海バスから路線を譲り受けた時に、設定されたものである。かつては、 JR 東海バスも瀬戸市瀬戸岩分県菱野団地、南山学園方面へ運行していたので、復活した経路とも言える。2020年4月1日より、瀬戸シリーズに、寺の岡学園の開校に伴い、二次の岡学園系統の運行開始。また、新瀬戸駅発着便における、当西病院経由の運行開始。2021年4月1日より、 瀬戸駅前、赤妻運行の11、12が、瀬戸市春雨町、塩草町をカバーする経路に変更となり、新たに、春雨大停留所と、塩草町西停留所が新設される。地下鉄東山線、星川海駅と、日清市北部を結ぶ、重要路線。かつては、東山線、名称台線と同じ経路で、名鉄バスセンターから桜通。 東田町からは、広小路通、東山2を走って、星ヶ丘からは名称大戦と共に分かれていた。当時は、現行の石上経由と、梅森経由の2経路であった。星ヶ丘、梅森坂口間は、名古屋市営バス間支給1号系統と一部を、除き経路が重複しているが、共同運行ではないため名鉄バスの定期券で、市バスに乗車することはできない。 星ヶ丘駅での乗車場所、降車場所は、市バスとは異なりターミナルではなく、共に、愛知県道60号名古屋長久手線に設置された、路上停留所である。星ヶ丘三越前の降車停留所に到着したバスは、三越星が丘テラスを回り込むようにして、星ヶ丘交差点すぐ近くにある乗車停留所に向かう。1978年、 鉄道瀬戸線の境町開業を機に、バスの瀬戸線の支線であった、森林公園ゴルフ場、旭団地域の始発地を、名鉄バスセンターから藤ヶ丘に付け替えた路線で、藤ヶ丘から緑ヶ丘経由の旭団地域と、藤ヶ丘から印馬経由の、森林公園ゴルフ場行きという構成で、運行開始。 翌1979年の長久手車庫の開設後、出入湖の藤ヶ丘長久手車庫が開業している。一時期は、しだみスポーツランドや中しだみまで足を伸ばす系統もあった。現在では出入湖線のみが、残り全く終わり朝日しないと関わりのない系統であるが、かつては長久手車庫から藤ヶ丘をまたいで、朝日団地まで直通運行する便もあった。 廃止された区間は、緑が丘経由は、期間バス本寺が、岡線の終わり朝日向こうが丘経営等、陰馬経由は、名古屋市営バスの富士急十二号系統、桜が丘経由は、名古屋市営バスしだみ巡回系統が代替となっている。勝負地経由は、グリーンロード直行で大学の東側に、発着していたものを、区画整理による、学院通りの整備で1980年代、 中頃に、経路変更されたものである。市が、ホラ経由は2012年4月1日より、運行開始。この路線の途中にある勝負地と、愛知学院大学にバス停は、終わり朝日市内線も、利用課だが、藤ヶ丘勝負池において、愛知学院線は途中、停留所がなく直行である。方向幕は、五条防止のため、快速と表示されている。 大学のスケジュールに絡んで、ダイヤが3種類あるので、各バス停には、時刻表、運賃表とともに、運行ダイヤのカレンダーが掲示されている。元は、富士ヶ丘から、愛知学院大学前までのノンストップ便と、砂後、日清役場前経由の日清駅行き、砂後、岩藤経由の米野木駅行きで構成されていたが、日清駅系統は一旦日清市クルリンバスに、 遺憾された後に名鉄バスに戻り、工術の日清、中央線に待っている。米野義系統は1998年に休止されている。2013年4月1日より運行開始。以前は大学が藤ヶ丘とキャンパスを直行する無料のスクールバスを運行していた。大学のスケジュールに絡んでダイヤが2種類あるので各バス停には、 時刻表、運賃表とともに、運行ダイヤのカレンダーが掲示されている。藤ヶ丘業は途中で経路が異なるため、藤ヶ丘南は経由しない。道路線の開設により、人口増加が著しい長くて市南部へのアクセスの利便性が向上した。2014年4月1日より運行開始。以前は大学が無料のスクールバスを運行していた。 大学のスケジュールに絡んで、ダイヤが平日、土曜、休日と3種類設定されている。2017年4月1日より、運行開始。晴れ市伊北の区間は同時に廃止された基幹バスの、区間の代替として設定された。2017年4月より、日清市クルリンバスの路線から、名鉄バス路線に復帰した。 2018年1月15日より、新たに見のてきた停留所が新設される。赤池駅から、愛知宿徳大学への通学路線としての役割も、担う。おおむね毎時一本の運行。前身と呼べるのは、長久手車庫砂子日清役場前引く、日清駅の日清、青少年公園線と、砂子から、長久手住宅経由で藤ヶ丘まで向かう。 愛知学院線の支線であるが、1998年に、長久手車庫系統が休止となり、2005年には、リニモ開通に伴い、愛知学院線が、始発地を藤ヶ丘から長久手古線上駅に変更。2008年には、経路を砂子経由から、愛知学院前経由に、終点を日清駅から、赤池駅に変更する。翌2009年に、路線廃止となり、 日清市のクルリンバスに移行、かぐやま経由となり、さらに前述の2017年に名鉄バスに再移行して、現行の岩崎大経由となった。2010年4月より、リニモの利用客増加を図るため、上記3大学と名古屋学芸大学短期大学部の4大学合同で運行されていた、無料通学バスを、 貸切バスの運賃制度改正により2015年4月より一般路線化したもの。一般路線化により使用車両も高速、貸切用から一般路線用に変更された。一般路線扱いではあるが、路線図には表記されない。学生、教職員など上記の大学関係者は従来通り無料で利用できるが、一般の乗客は運賃が必要となる。 大学のスケジュールに絡んで、ダイヤが2種類あるので、各バス停には、時刻表、運賃表とともに、運行ダイヤのカレンダーが掲示されている。また、祝日及び夏休み、冬休み期間は原則、運休となる。2011年4月1日より、運行開始。瀬戸循環線の視線の役割を担っている。JR バス時代より、水の団地系統には、 中水の駅折り返し系統、すみれ台経由その稲荷系統、山手坂循環系統など支線が数々設定されたが、山手坂循環系統を仕立て直し、2009年にゆとりとライン水の坂系統が廃止されて以降、バス路線が消滅していた水の坂を取り込んで設定された。2020年4月1日より26、 高生病院発着便の運行開始。国道248号線を通り、品濃地区を結ぶ路線で、国鉄バス時代には、名古屋駅からの直通便や、岩谷道温泉、田地見駅、上半田川、江ノ木戸、明智駅まで足を伸ばす便も運行されていた。なお、名鉄バスも過去には、瀬戸線の一部が、品濃、岩谷道温泉まで運行していたこともあるので、 復活した経路とも言える。JR 東海バス時代の名称は新瀬戸駅が瀬戸市駅、東西病院前が瀬戸大分けだった。2011年4月1日より瀬戸市が品の地区バス乗り継ぎ拠点として整備した品のバスセンターに乗り入れを開始した。2020年4月1日より東西病院内バスロータリー供用開始に、 ともない東成病院経由の運行開始とご遺族、団地停留所を新設した。また、路線名を、瀬戸北線から品野線に変更した。2021年4月1日より、路線バス、瀬戸北線の、東成病院前停留所が廃止された。東成病院の利用者は、東成病院停留所が、最寄りの停留所となる。元は、国鉄バス時代に、 国道155号線を高蔵寺駅まで運行していた系統の支線である。愛知環状鉄道開通以降、徐々に運行系統が整理されていき最終的に残っていた水野地区循環系統が名鉄バスに引き継がれた。2020年4月1日より、東成病院に乗り入れ開始。また、瀬戸水野郵便局、瀬戸市民公園、北松山町経由に、 経路変更される。それぞれ、午前、20、21、午後22、22,23、で、運行の向きが変わる。朝に1本のみ、21、新瀬戸駅発当制病院行きの設定がある。瀬戸北線と瀬戸循環線は2009年10月1日より、JR 東海バスから引き継いだ路線である。この他にも、公園に市駅、 赤い景キ名称台前のスクールバスなどを受け持っている。基幹バス本地が、岡線東山線の菱野の団地内は、右回りで、バスターミナルのある八幡台西から、八幡台西原山台西原山台東、萩山台北センター前萩山台南八幡台東八和田台西の順に循環する。瀬戸駅前方向はから、名鉄バスセンター藤ヶ丘及び、愛。 地球博記念公園方向はから循環経路に出入りするが、帰還バスと東山線の藤ヶ丘系統は、八幡台西を終着、原山台西を始発として循環する。名古屋営業所配置の小型路線車かつては、帰還バス専用車として、エアロスターエコハイブリッドが所属していたが、2013年に転属したエアロスターノンステップより置き換えられ、 一般バスに降格し、大営業所へ転出したため、現在は消滅している。なお、日野、ブルーリボン2は、都市間高速バス名古屋、高張線専用で、日野、セレガは、中部国際空港特急バス用と都市間高速バス、名古屋、高張線用の両方がある。かつては、路線バスを中心に、日野車も数多く在籍していたが、廃車や転属に伴い、 路線バスの日の車は、中型車のレインボーと、小型車のポンチョが在籍するのみである。リニモの芸大通駅にも、トヨタ博物館前の表記があるが、芸大通駅は、トヨタ博物館を越えさらに東側、東営業所からおよそ700メートルにあり、乗り換えには適さない。名古屋営業所開設後の名古屋中央営業所は、現在でもごくわずかに、 期間バス用の車両の配属があるが、実質長距離路線バス用の車両が所属する営業所となっている。名古屋、市宮、春スガ地区へ、系統ナンバリングを導入します。名鉄バス。2019年10月10日閲覧。そのうち、名鉄バスセンター豊田博物館前の32号、系統は、市役所交差点岩作交差点までの間が、 県道215号である。その先も、シルダニまでの旧名古屋市域は停留所が絞られており、県庁前、山口町、小出来町、茅場町、茶屋が坂、シルダニの順に停車していた。したがってこの区間は、基幹バス化により停留所が増えている。名鉄バスはそれまで、名古屋空港行きバスの境前日空前バス停以外、境地区には乗り入れておらず、これが、 初の栄地区乗り入れであった。それ以前は、若宮台通、伏見通、桜通、空港線広小路通りといった具合にわざわざ、栄地区を遠回りして、経路を引かされるありさまであった。東田町伊藤昭は60年代までは、洞町線も一律か、大松経由で品野まで運行していたが廃止されている。新瀬戸駅には、元は、 瀬戸線や、朝日、瀬戸線が、瀬戸街道から乗り入れており、停留所自体も南口にあったが、新瀬戸駅南北連絡橋が完成した後に、北口に移った。しかし、発着本数は年を追うごとに減少していき、最終的に、東山線必死の団地系統のみとなり、免許維持路線と化していた。東田町は、 名鉄バスの源流の一つである、旧を三自動車が1913年に、東田町赤池越戸平戸橋間で、営業を開始した時からのターミナルであり、愛知県の路線バス発祥の地の一つとも言える。1949年に、名鉄が、名古屋駅前に乗り入れを開始したために、中間停留所となった。なお、広小路通りの広小路新栄一交差点の東。 すぐのところにあるバスベイが東田町停留所跡である。星ヶ丘行きと日清方面行きは星ヶ丘交差点西山口交差点の経路が異なる。星ヶ丘行きは県道217号をそのまま星ヶ丘へ向かうが、日清方面行きは内越交差点まで県道60号を経由、内越交差点からは南下して西山口交差点に至る。 名古屋市営バスとの兼ね合いからか、インバからは一本東の通りを北上する桜ヶ丘経由となっていた。富士急12の前身、144位が設定された当初は名鉄バスとの兼ね合いからか四軒屋引く朝日桜ヶ丘間は無停車あったが2003年終わり朝日市内線のしだみ系統が廃止されたために代替として試験屋北。 小中向き、随宝橋、小中天皇、陰馬に停車するようになった。なお、森林公園ゴルフ場系統は2008年の廃止で、それまではこの区間にも、名鉄バスのバス停が設置されていた。元は、機関バス本地ヶ原線の終わり朝日、向こうが丘系統の経路だが、終わり朝日市内線廃止の時に代替として緑が、丘経由が設定され二本建てとなっていた。 瀬戸追分バス停は、JR 東海バス、瀬戸支店の最寄り停留所だった。広報瀬戸2020年3月1日号、P4ABCDD にも開業とともに廃止。その結果、長久手車庫より、東の愛知県道6号、力石名古屋線から、定期の路線バスが消滅した。富士急12号系統と重複しない区間である、陰馬駅朝日老斎病院は、 しだみ巡回系統が引き継いだ。N バス、クルリンバス専用車に加えて、名鉄バス塗装の共通予備車が在籍する。名鉄バス塗装の車両は、瀬戸駅前一律か、赤妻の路線で運用されることがある。他の営業所では、レジップやクラリオンなどの案内装置が主流であった。静き電気製の案内装置を採用したのは、 この2営業所のみで、車両の転属の際は、その都度案内装置そのものを交換していた。ありがとうございます。